そして今前半終了の笛が吹かれました。前半0対0、両チームチャンスはあったんですが結局ノースコアで終えたという前半でした。45分戦って自分たちのコンディションはある程度把握できたんじゃないでしょうかね。この後は今日の調子に合った攻め方、守り方で来るでしょうから、また違った展開になるでしょうね。マンチェスターユナイテッド対ウタイターニ、スコアレスのまま後半へと続きます。後半ゲームはスタートしています。うわ、決めた、素晴らしいゴール。後半にゲームが動いています。これは素晴らしいゴールでしたね、北澤さん。いや、もう素晴らしいの一言ですよね。あの位置から決めていこうという意識の高さと、実際にそれを決めてくるキックの質、もうパーフェクトですよね。